丸亀市総合運動公園、香川県立丸亀競技場、香川県立丸亀競技場は、香川県丸亀市の丸亀市総合運動公園に、ある陸上競技場、球技場としても使用される。施設は、香川県が所有し、四電工グループ、新興スポーツ、長谷川単育施設、太平ビルサービスが2012年4月より、指定管理者として、管理。 運営を行っている。丸亀市総合運動公園は、丸亀市営の運動公園であるが、本施設のみ、県営施設である。1997年に、日本陸上競技連盟公認の陸上競技場の第2種から第3種へ格下げされた、香川県立屋島陸上競技場に代わる、県立陸上競技場の建設を検討するため、1992年6月、 県教委は新設する陸上競技場などの整備構想を研究、協議する県スポーツ施設整備検討委員会を設置。新設に関しては高松市、丸亀市など4市1町から建設の陳情、要望が出た。1992年末、県スポーツ施設整備検討委員会は丸亀市を建設候補地として答申 1998年の全国高等学校総合体育大会の主会場として使用することを目的に1995年から2年間かけて整備が進められ1997年10月10日に開場している。なお、会場後の開催イベントについては開催された主なイベント、大会を参照のこと。日本陸上競技連盟第一志認の陸上競技場で 全天候型の400メートル9レーンのトラックと106メートル69.5メートルの天然芝フィールドを有する。観客席は鉄筋コンクリート作りでメインスタンドが5階建て、サイドスタンド、バックスタンドが2階建て。観客収容数は3099人となっているが、かまたまレサ抜きが J リーグで使用する場合は J2 以上の試合では、 芝生席をカウントしないリーグ規定に伴い、入場可能数を固定座席での実勢収容人員である22,338人としている。このため、J リーグ開催時の応援席はバックスタンドに設けられており、アウェー側の応援席は第3コーナー付近としている。メインスタンド2階席に屋根仮設。ただし J リーグクラブライセンス制度の B 等級を満たしていない。 夜間照明は全灯1500リットル X で、メインスタンド側は屋根一体型。バックスタンド側に、鉄塔に木が配置されている。バックスタンド下に、雨天練習走路が設けられている。大型映像装置は、当初4色磁気反転型だったが、磁気反転掲示板の修理交換部品が製造を中止しており、修理が困難なこともあって2014年3月に、三菱電機製。 オーロラビジョン664型、高さ7.68メートル幅15.04メートルに更新された。なお、2010年に日本陸上競技選手権大会が行われた際は仮設で映像装置を設置した。バックスタンドから撮影した香川県立丸亀競技場のパノラマ、2014年8月、二千十五年七月に ST ネットが命名権を取得し、 同年9月1日より5年間の契約期間で、同社の FTTH サービス、ピカラに由来するピカラスタジアムと呼称される。なお、命名権採用後は、基本的に上記の名称を使うことになっているが、クリーンスタジアム規定が適用される、国際サッカー連盟及びアジアサッカー連盟主催の国際試合、大会では、例外として、正式名称を使用する。 国内大会国際大会なお、か田マーレのホームゲーム開催時は、高松駅及び丸亀駅からシャトルバスが運行されている。ありがとうございます。